はい、皆さんこんばんは。それではですね、今回はなんか久しぶりにこういうジャパニーズフリーホラーですね、音切りをやっていきたいと思います。それではやっていきましょうね。今週もゲーム以外の日本のゲームってあんまりやんないっていうか、すごい久しぶりですけども、ちょっと面白そうだったんで、ちょっと今回はこの音切りやっていきましょうかね。音切りって音切りそう思い出すね。音切りそうサウンドノブル第1弾ですですね。俺もしもしってボイスは特にないの、俺の声が聞こえているのか。なんだこれ、その声は西田なのか。西田、まさかあの屋敷の中にいるのか。なんか急遽展開ですね。屋敷がどこだそれ。ここから出られないんだと。恐ろしい、こっちへ来てくれないか。分かった、心配するのはすぐ行くから。え、なるほど、動機づけですね。俺の住む町には昔から言い伝えというより一種の階段のようなものがあったと。山奥に佇む一軒の屋敷、そこには姿のない住人がいるというのだと。うん、姿のいない住人。その昔エネミーゼロというゲームがありましてだな。それからは精神状態が弱ってる人ほど見えるようになる。うん、見える、時が見える。でもそうらしいですね。あのそこにいるって思い込んじゃうと本当にそこに人が存在するっていうか幽霊が見えちゃうらしいですね。完全に精神崩壊すると姿のない住民に引き込まれるというものだと。怖いですね、非常に怖いですね。そんな、もちろんそんなバカみたいな話は子供しか信じていなかったと。うん、5年ほど前にその屋敷に住んでいた画家の男とその幼い娘が行方不明になってからは近づかないようにしていた。まあ幽霊屋敷か。そんな時友人の西田から電話がかかってきたのだ。精神病を患っていた彼も、屋敷へ向かう姿を目撃されて以来1ヶ月ほど行方がわからなくなっていた。うん、西田くん1ヶ月も。うん、彼の居場所が分かった以上そこへ向かわないわけにはいかなかった。覇王昇降剣を使わざるを得ないですね。西田は何のためにここ行ったんだろうね。うん、おっと始まった。うん、なんかよく見る視点だぞこれ。まずそチェックしよう。うるせえ。おこれ俺の車か。いい車乗ってんじゃんこれ。え、これ外車じゃなかったっけ。めっちゃいい車、デーハーだし。あ、でもタイヤが全部パンクしてるね。パンクしてるのか。いいねいいね、これ乗って帰ろうぜ。乗れへんと。では、そしてこれが、おい、もう帰ろうぜ。帰っちゃダメなのか。汚っ。これがよかった。ちょっとマウスターカーソル気になるけど、勘弁してね。汚っ、これ。つか、でかっ。入ってみましょうか、じゃあ。うん。いるかって聞こえるわけないか。あ、下に文字が出るのね。これが、屋敷ですね。なんか、赤い照明が見えるかな。で、開かない。開かんやつか。ん？あの雲の巣、照明が当ててなくても光ってる。蛍光塗料でも塗ってあるのかな？あ、施錠されてるようだ。難しい日本語使うのね。つか、主人公背低くね？座ってんのかな？で、ここは？あ、ここ開いたやつや。あかんやつと開いたやつ。背が低いんで天井がよく見えないね。施錠されてるようだ。これ何？これ襖？あ、開いた。ガラガラ。こんにちは。こんにちはーす。西田ー。いねえな。西田ー。こっちは通れないのね。シフトで走るか。で、スペースは？ジャンプ。赤いね。
あ、赤い鍵が必要だ。あ、そっか、赤いもんな。で、ところどころにハーブが落ちてる。あ、成長されてる。これで体力回復はバッチリですね。そして、おひまわりの絵、ライトが当てなくても光ってますね。液晶パネルなのかな。画家の家って言ってましたからね。光ってます。あ、調べる。あ、出た。古い日記。私ね、漢字読めないんで気をつけてくださいね。昔ここで住んでいた画家の男のもののようだ。この家に住み始めてからもう1ヶ月が経過する。これだけ広い屋敷があるか、値段は驚くほど安かった。周りの人たちはこの屋敷を、心霊物件だと噂しているが、私も5歳になる娘もそれらしき気配は一切感じていない。やはり噂は噂なんだ。何も心配する用はない。 C で戻る。フラグですね。完全にフラグを立ててますね、画家の人。で、こっち。これはダイニングルームですね。いいキッチンじゃないですか、これ。ちょっとこれ、キッチンっていうか、これ完全に手洗い場ですけどね。あれ、キッチンの奥が。あ、なるほど。本当はここに冷蔵庫があるんですね。これ冷蔵庫じゃないもんね。つか、なんか歯入ってない？これ私じゃないですよ。あ、そしていいテレビ。歯入ってるね。はあはあ。つか、俺ホラーゲームだったことを忘れているから、正常されている。今んところ一本道ですから、あれ、階段が2階に続いている。え？なんで単体のスピーカーが。で、隙間から、入れないの？あ、いた。あ？あ、ボロボロになったわけですね。光ってるもの以外は調べられないのかな？おう。確かに雰囲気は出てますけど、何これ、うわっ、お札でものすごい、つか、でも上の方が不自然、お札が切れてる。バールか何かで外せそうだ。なるほど、バールのようなものを探さなきゃいけないわけですね。とりあえず上に行ってみますか。じゃあ次は2階でーす。もっとライト上に向けてくんないと暗いね。おなんか雰囲気変わった。気のせいか。鍵ですね。そして日記。まずは日記を。ボン。高熱を出したことをお境に娘の様子がおかしくなった。夜になると地下室へ行って一人で話し始めるのだ。気になって何と話しているか尋ねてみるが、なぜか答えたがらない。ああ、私もよく一人で喋ってますけどね、画面に向かって。不気味に思い、地下室への扉を封鎖し、水が出るできるだけの地下室から遠ざけるようにするも、娘は隙を見て地下室への扉の前へ行き、また一人で会話を始める。一晩中扉の前で話していることもあった。ゲーム実況ですね。まさに本当に姿のない住人がいるとでもいいのか、C に戻る。なるほど。やっべえ、やっべえ。地下になんかいるぜ、やっべえ。とりあえず鍵を取りました。これ赤い鍵でいいのかな？赤いしな。なんかキモ、気のせいかな、すごくキモいね。え、影、あ、え、え、スルーしちゃっていいの、こわこわ、何今の、今なんかいたよね。なんかこれ追いかけっこ系なのかな。赤い鍵、嫌ですね。赤い鍵は、ここですね。こんにちは。うわ主人公背引く。娘がとうとう姿を消した。まるでカム隠しでもあったかのように、何の痕跡もなく消えてしまったのだ。しかし私にはそれが姿のない住人の仕業であると。なるほど。ゴルグムの仕業ですね。確信した。行方不明になる、不明になる直前、直という字がすごい難しいですね。娘には姿のない住人が見えたのだと。見えていたのだと。
あら、私にはわからない。うぅ、開けっす。開けっすよ。バールのようなものですね。封印を解いてしまっていいのかい？割と雰囲気ありますね。これかなり怖そうですね。最近のこの手のゲーム2択ですからね。ガチ怖いか。あれ？あ！なんか今見えたね。何の声？嫌な感じですね。何？え？なんか見えた。え？どっから来たの今。え？なんか斧みたいなの持ってたように見えたけど。すげえなんかヘドバンしそうな距離感じの。えやおやおーって。ナウローディング。いやー、雰囲気ありますね。あ、1章終わった。第2章。こっから地下室ですな。地下室。やべえやべえ、久々に結構うんと怖いかうんとギャグかのどっちかなんですよね、この手のホラーゲームって。インドネシア系か、それとも、あ？三つのライトがついてる。うわ、三つの鍵が必要。なんか鍵を探して逃げるゲームだっていうふうに、ルールがあるみたいなので、一応明確なルールがあって やりやすいんですけども。じゃあ早速探索開作ですね。ちょいちょい影が見えるの何これ。ちょいちょいなんかの影が見えんだよね。これ越えられるのかな。なんだ、なに、なになに、おい、なんか来た、なんか来た来た、おい、え、やばいやばいやばい、びっくりした。え、だからどこに行けばいいんだろう。あ、トイレ、トイレ行った。あ、あかん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 、かわすしかない。あっ、くっそー。いや、いきなりかよ。いや、マップわかんないのに逃げる場所がねえよ。一気に行けるようになってんのね、これ。わ、親切設計。どこまで進んだかじゃなくて、一気に行けんだね。どうすればいいんだ。完全追いかけっこっすね。敵の正体もわからず。ジャンプで乗り越えるのかな、あれ。あー、なるほど、なるほど。いいよ、いいよ。いいよ、分かってきたよ。じゃ鍵3つ探して、あとは逃げりゃいいんだな。おお、ちょっといきなり来るからびっくりする。なんか何の前触れもないのか。手だった。鍵かと思ったら。何やねん。あ、もう来てんな。これ追われてる後ですね。何の音？なんだこれ？なんだこれ？これ来んのかな？来てる来てる。あ、鍵あった。よしよしよし、来い来い、カモンカモン。これ降りちゃってもいいのかな。降りれた。よし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 、青の鍵ゲット。なんだこれ。いや、びっくりするなぁ。さっきの手か。
しまったしまったしまった、回り込んじゃったな。いえ、マップ覚えづらい。さっきがあっちでトイレだったから、さあマップ、うわ最悪、行き止まりだ。ああやっちゃった。よし、避けた避けた、よし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 、危ない危ない、こっち来い、こっち来い、カモンカモンカモン。トイレ以外の方行かなきゃな。いいねいいねいいね、よしよし、あこっちはまた上か、よしよし。何の声、これ回れる、あよし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 、いいぜ、いきなりクリアしちゃうんじゃない、カモンカモンカモン、大丈夫、この手のゲームはやり慣れてる。よし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 、追いかけっこはねよくやってるんですよ。どこだ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 、これはさっきやったな。いやでもこれは負けるな、一回巻いて、一回巻いて、待って待って、人はねパニックになるとね同じ場所をぐる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 回っちゃうんだよ。あったあったあった、押してもらった。さてあとはゴールゴールゴール、迷ってる迷ってる迷ってる、やっちゃった。やった、死んだ、俺死んだかな、大丈夫か、どっちだっけ、また同じことしちゃった。待って、だいぶ同じとこくるくる回っちゃうな、反対か、反対だな、行くとこ間違ってる。あ、あいつ飛び降りれないんだ、なるほどね、意外と負けるね。なんで奥が消えたんだろう、ちょっと待ってね、どっちだったっけな、これが手、さっき見たとこだよな、あ入り口の横だったっけか、入り口どこだか分かんなくなっちゃって結構くるくる回っちゃったね、無駄に時間かかっちゃった。そうそうこれだ、ここだ、ここだ、とりあえず最後はあいつの顔を見てギリギリでクリアしましょうかね。おっと壁で、お壁抜けてきた、危な危な、よしクリアです、お第3章ですね、よしじゃあ続きは次回にしましょう、さよなら。